アコンヤガイは、ウグイスガイ目ウグイスガイ科に分類される二枚貝の一種。真珠養殖に利用される、真珠母ガイの一つで、天然でも核内に真珠を持つことがある。黒蝶ガイ山辺と共に、真珠ガイとしてよく知られている。全体に、膨らみが薄く、貝殻が柔らかい。角長は、約5センチメートル。貝殻は、平たい半円形で、 中央部は厚いが円は相状になっており、薄く剥がれる。左右対称ではなく、左が深い。貝殻の外側は、緑黒色か、緑白色だが、内側は、強い真珠光沢がある。太平洋とインド洋の熱帯、亜熱帯の海に広く分布し、日本でも房総半島以南に分布する。通常は、干潮船帯から水深3メートルくらいまでの、岩礁に生息。 足糸を出して、岩石や四方動物に、自分の体を固定して生活する。私有動態で、性転換する。貝殻の内側に異物が混入すると、その異物を核として、真珠層を巻く性質があり、真珠の養殖に使用されている。養殖では、別の貝の貝殻を、深淵状に加工したものを核としている。埋め込む核は2個であることが多い。ボタンや、 カフリンクス、ネクタイピン、真珠、ネックレス、指輪等の送信具に用いられる。産卵期は5から9月。受精後、約20日で体が0 2ト、mm、ルほどに成長。足糸を出して、浅瀬の岩に付着する。プランクトンや有機性見学物をろ過して、エネルギーとすることが多い。ある程度成長すると、養殖が可能となり、養成場へ移される。日本では、 愛媛県の和海長崎県の大村湾、三重県の阿吾湾などで養殖されている。他にも、西日本各地の透明度の高い内湾でアコヤガイを利用した真珠養殖が行われている。浜揚げ目安は3年の経過である。1990年代後半に感染症が拡大したため日本のアコヤガイ養殖は打撃を受け、中国産のアコヤガイが導入された。 中国産は、病気には、死が、真珠の品質が劣るため、交雑が問題となっている。旬は11から1月の浜揚げの時期であり、主に冬の味覚である。貝柱は、曲がたな形をしており、食用にされ、真珠を取り出す際に別に採取する。食材としては串焼き、天ぷら、茶碗蒸し、カス漬けなどに使用されるが、古くは、日干ししていた。 熱を通すと硬くなりやすい。バカガイなどに比べてもうまみが薄いため値段は安く、貝柱は地元ではバター焼きなどとして食される。アコヤは、現在の愛知県アグイ町の古い地名で、この辺りで採れた真珠をアコヤ玉と呼んだことから、真珠のことも、アコヤと呼ぶようになった。 2012年2月8日、沖縄科学技術大学院大学、三木本、東京大学などの研究チームが、アコヤガイのゲノム全解読に成功したと発表した。アコヤガイの DNA は、約11億円基体で人の、約3分の1あり、特定された遺伝子は、約2万3300個。今回のゲノム全解読は、軟体動物としては、初めての例となる。 真珠形成のメカニズムの解明や、国産アコヤガイを識別して、真珠の質の維持と向上などが期待されている。アコヤガイ属の分類、金沢昭三郎編、アコヤガ、非、コウジリン三世堂、1934年、15ページ。ABCD、e アコヤガイ。沖縄市。2019年12月5日閲覧。オイスト研究員ら。 世界に先駆け、アコヤイのゲノム解読に成功美しい真珠を生み出す仕組みの解明に道筋。沖縄科学技術大学院大学。2012年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月14日閲覧。ありがとうございます。